医学部受験を目指してますけども、これはもう今の彼の現状からかなりハードルが高いので、今はとりあえず早稲田目指したいと言い始めたので、それを見てお母さんが笑ってくれたって会いに来たんですね、うん、ちゃんと結果出してもらうよって言いましたけど、やるぞす自宅受験は禁止で、もし受けるって聞いたんですけど本当に受けるんですか。はい、はい、始まりました。もてちゃんです。さあ、今回は松原さんに教えてきました。こんにちは。今日辛いもんでも食べるんですか。いや、もう、持ってきてない。持ってきてない。今日は何ですか。今日はですね、辛いもの絡んで、まあちょっと辛い。ああ、辛いじゃなくて辛いと。藤川空が辛いみたいです。ああ、なるほど。はい、どうしたんですか。今しばらくうちのチャンネル出てないですけど、僕あれですよ、言いましたけど、もし受けるお金もないんでって言ってて、出すけどちゃんと結果出してもらうよって言いましたけど、うん、OK ですって言ってましたけど、やってくれるんですかね。そこはもう僕の管理課なんで、彼は、はい、やるぞすし、はい、釜井講師も今結構積極的に指導頑張って受けてるんで、彼が一緒に申し込みさせますね。そうですね。それを、はい。もう本人一人じゃなくて、絶対に誰かと申し込んで、そして会場まで連れてってください。僕の車好きなんで、彼。その車で。もう車で、その試験会場まで絶対に連れて行って、自宅受験は禁止で、もうそこの会場に送り迎えまでして、やるっていうですね。だね、僕のマセラティとフェラーリ大好きなんでね。めちゃめちゃ目立ちますけどね。めちゃめちゃ目立つ中も起こしてですね。起こして。家から絶対連れて行ってっていうのをやっていただければ、はい、そうすればもう納得していただけると思いますので。実際ね、そうやって模試に行きたいけど行けないっていう方結構いるので、付き添いで行ったりはするんですよね。そうそうそう、うん、あります。これ本当にね、はい。もうそうすればもう絶対視聴者は何も文句言いませんので、うん、はい。それを実現してもらえればと思います。そうですね。まあトイックもね、受けたいって言ってますから、それも一緒にね、そうですね。ね、フォローしてあげたいなと。まだ出してくれてないですから、結果どれも一個もトイックも出してないし、はい、どれも出してないですから、トフル ITP だけ僕が勝手に言って見た点数をそのまま言っただけなんでね、はい、なんでちょっと他のも出ていってもらえればいいと思いますので、うん、和田先生、河合先生から模試を受けるって聞いたんですけど本当に受けるんですか。はい、本気で受かりたいなら受けて実力をちゃんと把握して、それをもとに、まあ、河合先生から山本先生からアドバイスを受けて生かすっていうのは一番理想だけど、はい、本気で受かりたいなと思ってた、本気で目指してるんで、うん、受けようかなと、受けようかな、受けようかな、弱いな、受けますとか、受けます、受けませんとか、はい、受けますってとりあえず言っといて逃げますとかいや逃げないです。逃げないですか。はい、じゃあちゃんと模試を受けるんですね。はい、藤川そら模試を受けますって言ってないじゃないですか。あ、僕は回ってるんですか。回ってるかもしれない。あ、回ってないかな。まあいいや、とりあえず俺に向かって、あ、はい、はい、藤川さらもし受けますそこ噛むんかい藤川さんもし受けます頑張ります。あの当日俺が送迎してあげますだからあの、はい、試験中にトイレからの窓から逃げたりしないでくださいね。そんなことしてません。頑張りますよ、頑張りましょう。あ、はい、頑張ります。よし、5月5日子供の日、5月5日もう申し込みしたんですよね。はい、なるほど、申し受けるんですね。はい、本当、はい、藤川さら申し受けますって言ってみて声出るか、声の藤川さら申し受けます今高い声が出ないんです、うん、藤川さら申し受けます大丈夫、肺炎を藤川空、肺炎の中でも頑張ります。藤川空、肺炎の中頑張ります。申し受けます。申し受けます。任せろ、任せとけ任せとけいいんですか。いいんじゃない分かんないもう、ケイちゃんダメだよ、逃げちゃう。なんかね、あの僕のチャンネルにはもう毎週出たいと言ってくれて来てくれてるんですけどあのありがたいね話ではあって、やっぱりその一緒に取り組んでる彼の今自己実現のプロセスをまあ見せていく形で、まあ多くても週1本ぐらいですかね、うんうん、出してるんですが、いい批評コメントもある一方で誹謗中傷も結構やっぱ少なくないんですね。あ、はいはい、はい、でそれで僕としてはですね、皆さんもう少しこう想像力を
働かせていただいて、うん、もっと優しくなってほしいなと思います。ああ、そうなんですね。もちろん、ね、まあ僕も含めて悪いところはね、指摘いただけたら、それは改善していこうという気持ちは僕もありますし、まあ、藤川君ももちろんあるんですが、人格攻撃になってしまうと、ちょっとそれは行き過ぎなんじゃないかなと思うんですね。これは藤川さんがそうだという意味ではないんですけども、あるコメントがありまして、僕は非常にそういう意味方もあるのかなと思うコメントがあったんですけども、うん、藤川さんがもし重い病気であれば、今、僕が藤川さんがね、やりたいことを応援してるスタンスも理解できると。だから、やりたいことをやらせてあげたいっていう、ことなんだろうかみたいな。で、それに結構いいねが上がってるんですけども、でも、藤川さんは嫁行くばっかとかそういう状況ではないわけです。まあ、もちろんちょっと病気の部分はあるんですけども、治療頑張って、だいぶいい方向には向かってきてると。そうですね、今は元気になってますね。だいぶなってますね。ペンギン歩けるようになってます。知らなくても。で、顔色もね、だんだん良くなってきますし、最近バイトも、タイミーでしたっけ？なんか、はい、アプリで仕事がもらえるやつを。へぇ、はい、あと飲食店もちょっとね、また再開するみたいですけど、うん、まあ頑張ってまして。うん、だけど、人間っていつ何時何があるかわからないっていうのはありますよね、うん。で、その時に本当はこうしたかったけど、できなかったっていうのが一番人間死ぬ時辛いと思うので、藤川くんがやりたいことを僕はやっぱ応援してあげたいし、ただ、医学部受験今目指してますけども、これはもう、今の彼の現状からかなりハードルが高いので、今はとりあえず早稲田目指したいと言い始めたので、うん、そこに向かっていったらいいんじゃないか。それも、そこすらクリアできなかったら医学部って見えないわけなんで。早稲田か、早稲田か。早稲田ですね。推薦入試でなんか行くんかな。冗談ですよ、はいはい。一般受験だとかなりね、厳しいのはあるので、はい、でもマーチね、受かるぐらいでも弾みを作るのかな、うん、まあどうなのかなと思いながら、一緒に頑張ってますけども、うん、ただやっぱり、もしかしたらね、彼が僕に言ってないこともあるかもしれないですね。うん、本当は、そういう重篤な病気だったかもしれないし、うん、まあ僕は視聴者さんにお願いしたいのは、本人がやりたいと言ってることは応援してあげてほしいし、ただ、あまりも無謀で人生棒に振るようなことになりそうだったら、まあ僕と小梅さんが見なさいと。うん、はい。うん。ね、もう、若いうちの、まあ半年一年、その一生懸命何か取り組むっていうのは、絶対プラスになるので、どんな結果になろうとも。で、もしかしたら人間何があるかわからないから、うん、その時に彼にもっとね、好きなことやらせておけばよかったと思うぐらいであれば、僕はやっぱやりたいことをやらせてあげてほしいし、なんかそういう、もしこの人がこういう状況だったら許せるなって思えるんであれば、そういう勝手な想像をどんどんしてあげてほしいなと思います。なるほど。最近ちょっと僕、塾右衛門っていう変なキャラクター。やってますね。やってましたが、はい、過去形。過去形なんですか？いや、意外と頑張ってるんですけど、意外とコメントが良くなくて、心が折れかけてたんですけど、一旦ちょっと何個か限定公開してたんですね。だからね、その僕と空くんの掛け合いの塾右衛門動画が今上がってるんですけど、それ見てお母さんが笑ってくれたっていうのが来たんですね、うん。限定公開から公開に戻しました。そうなんですね。なんかお母さんも結構動画見てね、やっぱちょっと他の、まあ、うちのチャンネル以外のところでも結構ちょっとね、ちょっと凹まれてるって聞いてたんで。ああ、そうなんですか、ね。そうなんそう。だからお母さんも見てるんでね、あんま本当変なこと書かないでほしいんですが、僕がもうこんな松原さんの塾生だとしたら、こんなの見たら、まあ、キャットダイスに転塾するって書いてあるんですよ。それ今、保留確認中に置いてるんですけど、ちょっとグッと僕も来ちゃって。化粧がまだちょっと甘いんで、特殊メイクなんかにやってもらったらまた変わるのかもしれないですけど、一旦ちょっとやめようと思ったのに。変わります、特殊メイクで。そうなんですよね、うん。お母さんがそう言ってくれたらね、うん、僕も塾右衛門やらざるを得ないのかなってちょっと今思ってます。なるほど。やっぱお母さん見てらっしゃるんでね、はい、皆さん、そういう鑑定もちょっと持っていただきたいなっていうかね、うん。でも、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、応援よろしくお願いします。じゃあ、塾右衛門は頑張っていくということでいいですか？はい。ということでございました。はい。ありがとうございました。テレビウォッチング。